ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。以前ネクストジェネレーションバイオミディアライトを開封しました。あれに似た新作が出たので紹介させてください。いろいろお知らせするようです。僕が買ったロザイはこちら、ジェックスから発売されております、バクターセルコネクト、バクターセル S2 袋入り。まずは仕様とスペックを語らせてください。粒サイズ 5mm に対象淡水海水量用適合ろ過器スリムフィルター SS SML ろ過ボーイ SML L フラット原産国中国で価格は750円でした。バクターセルイス2袋入りは560円でした。特徴としては連続発泡構造と微生物親和剤を特殊コーティングしたろ過剤なので、表面には好気性バクテリアが、内部には嫌気性バクテリアが素早く繁殖します。消化から脱脂まで行うことができ、本来水返りしか取り除けなかった硝酸までも分解します。またろ過剤に色が変わるとバクテリアが定着した目安となります。そしてろ過剤の交換はバクターセル S2 袋入りをご使用ください。使用方法としては、本製品を水道水で軽く水洗いしてチューブで各種フィルターに接続してください。スリムフィルターでご使用の場合はフィルターのストレーナースポンジと併用してください。また目詰まりするとろ過能力が低下するので、定期的に水洗いもしくは3ヶ月に1回交換してください。最後に注意点としては、適用水容量は約15リットル毎個です。それ以上の水容量でご使用になられた場合は効果が十分に発揮できない場合があります。また漁防薬との併用は避けてくださいと思うと、それでは製品の外観から見ていきたいと思います。ジェックス観賞用品、1個で約3ヶ月。つなげて分解力アップ、ベストろ過、ろ過ボーイスリムフィルター専用。3つの有害物質を分解、アンモニア、硝酸、硝酸。バクターセルコネクト、断面図のイメージが載ってます。セット例も載ってます。連続発泡構造プラス特殊コーティングで、好気性、嫌気性バキラが繁殖。水替えでしか取り除けなかった硝酸までも分解。魚に理想的な水に安定、水替えの手間を減らす。水容量約15リットル毎個。裏面でございます。適合機種はスリムフィルター SS、SML、ろ過ボーイ SML、L フラット、ろ過ボーイ SM、バクテリアパワーです。特徴ということで、連続発泡構造と微生物親和剤を特殊コーティングしたろ過剤なので、表面には好気性バクテリアが、内部には嫌気性バクテリアが素早く繁殖、消化から脱脂まで行うことができ、本来水替えでしか取り除けなかった硝酸までも分解します。ろ過剤に色が変わるとバクテリアが定着した目安です。専用ケースに入っているので、お使いのスリムフィルターやろ過ボーイに接続してご使用ください。ご使用方法として、本製品を水道水で軽く水洗いしてチューブで各種フィルターに接続してご使用ください。スリムフィルターでご使用の場合はフィルターのストレーナースポンジと併用してください。本体やろ過剤が汚れたり目詰まりするとろ過能力が低下します。ろ過剤は定期的に水洗いまたは新しいものと交換してください。3ヶ月に1回の交換を目安にしてください。ご使用上の注意ということで、漁防薬との併用は避けてください。適用水容量は約15リットル毎個です。それ以上の水容量でご使用になれた場合は効果が十分に発揮できない場合があります。こちらはジェックスから出ております。続きまして、1袋約3ヶ月2袋入り、外掛け式フィルターに最適。バクターセル S。原寸大の写真が載ってます。裏面でございます。バクターセルの分解システム。好気性バクテリアがアンモニア、硝酸、硝酸を硝酸にして、嫌気性バクテリアが硝酸を窒素ガスに変えて気中に放出します。1ヶ月使用することで約 70% 硝酸がダウンします。こちらもジェックスから出ております。それで開けていきたいと思います。イデオバクターセルコネクト、バクターセル S2 袋入り、オープン。おー。いつも通りだね。まず S2 袋入りは袋に入ってます。そして、あ、網2つなんだね。こちらのネットに入ってます。これが替えのスポンジでございます。スリムフィルターと投げ込み式フィルターに取り付けることができます。上の方に穴が開いていて、穴の大きさは3ミリです。で、こちら、後ろの方にはシリコンホースがあります。これは柔らかいです。色は乳白色。で、これは回転させることで、取れるね。で、これはもちろん、取れます。これ取って洗うことができます。あ、そしてここに格子状の穴が開いてますね。このシリコンホースはやや固めなんですけど、柔らかいので融通が効くと思います。で、この筒の中にこの網入れてるんだ。なるほど、こういう感じだね。筒は内径2センチです。で、ね、ちょっとこの網柔らかいです。柔らかすぎるのと、こう引っ張ったらこのすぐ破れそうです。ちょっとどういうスポンジか見たいんで、一つ網破ります。並べてみました。左側がジェクスバクターセル S、 右側がゾクスのネクストジェネレーションバイオミディアライトでございます。こうして見るとライトの方が2倍ぐらい大きいです。そして先に欠点を言うと、小さすぎる。今紙の上に乗せたら手にひっつきました。これ、ね、小さすぎて静電気で周りにくっつくんですよ。このライトに関しては小さすぎないんですよ。だから手につかないから洗いやすい。例えば
容器の中に入れて洗おうとしたら容器の表面につくと思います。もうね、静電気で。だからね、非常にね、このスポンジがいろんなところにひっついて残っちゃうから洗いにくいと思うんですよ。まあもちろんね、網の中に入ってるから、網の中でゴシゴシやればいいんだけど、この網目がね、ちょっと大きいんですよ。今これ取ろうとしたら2、3個網目から出ました。ちょっと掴むだけでこの穴が広がるんですね。その広がった穴から、この小さいスポンジが顔を出すので、で飛び出してしまったものは周りにつくということで、メンテナンス性は低いと思います。これ小さすぎて、一つ一つ掴んで洗えないんですよ。だから表面的に洗うことになって、ちょっと効率が悪いよね。今この緑色なんで、多分黄色に変わると思います。この色合いに変わったらバクテリアがついた証拠だと思います。死骸としてこれすごく柔らかいです。弾力はね、普通の100均と変わんないです。一方でこのネクドジェネレーションは硬いんですよ。乾燥すると。で、濡れると弾力性が増します。ネクドジェネレーションはね、たまに穴が開いてないやつとかあったんですけど、こっちはほとんど全部同じ素材です。そしてまあスポンジは柔らかいので、すぐに水を吸収してくれると思います。それでは浮力を確かめたいと思います。これ一袋分です。これ全部この中に入れて、どうなるのか見ます。やっぱり浮いちゃうね。ちょっとこれ手で掴んで、水分を、スポンジに水分を含ませてみます。これでも浮いちゃうかな。こんな感じです。浮いちゃいます。やっぱりね、このスポンジがめちゃくちゃ軽いから、水分を含んだとしても浮いちゃうわ。網を切らなければここに留まるんだけど、網切っちゃうとこ全部上の方に行っちゃって、ここの空間がもったいないから、基本的には網を切らずに使った方がいいと思います。それでは組み立てていきたいと思います。今回は、ロカボーイにストロングスポンジ S をつけてやってみます。まずロカボーイを完成させます。真ん中にプラストン入れます。で、筒をかぶせます。ストロングスポンジを上から2つ乗せます。そしてカバーを上から取り付けます。次にバクターセルコネクトを取り付けます。まず最初によく洗います。そして洗ったものをこの筒の中に入れます。網が柔らかすぎてちょっと、破れた。これダメだな。ちょっとこれ柔らかすぎるな。これ柔らかすぎてね、くしゃってなっちゃうんですよね。で、これを回転させます。投げ込みの突出口につけます。まあ、パワーパイプよりはいいかもね。これをそのまま30センチ水槽に入れて稼働していきたいと思います。はい、30センチ水槽でございます。ジェクソンサイレントホース2000円ツ、突入 2.0 リットル毎分で見ます。回ります。スイッチ、オン。あれ、漏れてっか。先ほど組み立てた通り、しっかりプラストーンも使ってます。だけど、このジョイントホースかな、こっから泡が出てます。どうなんだろうな。この泡が一応、まあ上には行ってるけど、漏れてる泡の方が強いですね。塗装弱いやつに変えてみます。0.9 リットル毎分のエアポンプに変えました。あ、これだとそこまで漏れてないか。公式サイトに推奨塗装を変えてないんですよ。だからどのエアポンプを使えばいいのかわからなかったんですけど、0.9 リットル毎分だとこんな感じで泡はほとんど漏れていないです。そしてこの中に泡が留まってるね。で、その泡が上の方に行ってます。だけれども、この上の穴全体から泡は出ていないので、ちょっとこの筒の中に入ってる露材の量が多いのかもわかりませんね。ちょっとね、もう一つ試したいことあるのでいいですか。中身を取り出して半分ぐらい入れました。0.9 リットル毎分。これで回ればいいんだけど回んないか。一応この筒の中の様子はわかりましたね。やっぱりね、この浮力が強すぎてこう回んないんですよ。もうほとんど静止してるので、どうなんだろうかな。浮力が強すぎるので、やはり網に入れた方がいいかもしれませんね。ネクストジェネレーションバイオミディアライトに変えました。ちゃんと沈んでます。4個入れてます。さあ、回転するか、しないのかい。勢いが足りないかもわかりませんね。ネクストはね、こんな感じで沈むんですよ。ダメやな。やっぱり、でも2リットルにしちゃうと、横から漏れちゃうからね。結論から言うと使わないです。なぜかというと網が柔らかすぎるから。まず柔らかすぎたらくしゃってなるんです、網を。だからこう広げて入れるために細い棒でこうやるんだけど、ちょっと力入れただけですぐ網目が広がるんですね。そうなるとこの5ミリのスポンジが外に出てしまう。しかもこれ入れるのがほんと時間かかるんで、メンテナンス性低いです。もうこんないち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 ね、こんなもうゆっくりやってる、あれがもうめんどくさいんですよ。で、15リットルまでってことは S サイズだけなんですね。この30センチ水槽は12リットルです。これ S サイズなんですけど、M サイズは18リットルなんですよ。だからもうこれしか使えないじゃないですか。だけど、これほとんどもうギリギリなんですね、水面。例えばこの下に低床を敷いてる人だったら、これもう顔出すと思うんですよ。そしたら何の意味もないですね。だからできればもうちょっとこの筒の高さを低くしていただければよかったです。今もうロカボーイ S に繋いでんのに、
もうこれギリギリなんですよこれ。ね、もうこれね、ここしか動いてないっていう。で、こうなるとさ、水面がほとんど揺れてないから油膜が発生する可能性が高いんですね。しかもこの中全然動いてないじゃないですか。そして上に照明を置いてると。ということは表面に苔つきます。表面に苔ついたら好気性バクテリアが増えない。好気性バクテリアがアンモニアを亜硝酸、亜硝酸を硝酸にしないから、嫌気性バクテリアが湧かないと。だって餌ないんだもん。当初は隔離水槽に使おうと思ってました。30センチのチンからたくさん入ってるやつで、あそこに入れて本当に硝酸が消えるかとかね、やろうと思ったんだけど、それ以前に本当ちょっともう使いにくく感じたので、今回はやりません。単純に考えたら、このストロングスポンジで物色化、そしてこのバクターセルで生物同化ができる、つまりこの投げ込み式フィルターでもう全部できちゃうよって思ったんですよ。だけどやっぱりそれ無理だと思います。まず本当ね、さっき言った通り、ここはあまりにも水流がなさすぎると。だからこう床にポーンと置いてるだけですよ。それで効くのってイオン交換樹脂なんですね。ウォーターエンジャニングさんの 7.0 とか 6.8、 あれはね効いた。なぜならばイオン交換樹脂だから。でもこれはさ、そうじゃないじゃないですか。特殊コーティングしてるだけであって、バクテリアが中に入ってるわけでもない、もう自然に発生するバクテリアに頼ってる商品ですよね。バクテリアの餌は多分入ってると思うんですけど、なのでやはりここの中がまず循環して、表面にちゃんとバクテリアがつくようにしてあげないとダメだと思うんですよ。こうぐる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 回ってね、前回の ZBS150 みたいに、あれぐらいこうぐる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 回れば酸素が表面につくから、そこで好気性バクテリアがついて中に嫌気性バクテリアが湧くと思うんですけれども、多分これは中に嫌気性バクテリアを湧かすために内部に行くほど穴は小さくしてると思うんですね。だからそのためにやはり表面にね、効率よく酸素を届ける必要があるんだけど、これは全然動いてないので全く意味がないと思うんですね。2リットルだとここから溢れてしまうんで、30センチ水槽のわずかな塗装量でしか使えないというのはちょっと痛いかなと思います。一応その M サイズってのがあって、それは60リットルに対応してるようです。それは後ほど届いたら何かの新商品開封の時に同時に開封しようと思います。ネクストジェネレーションバイオメディアスはね、1年ぐらい使っても全く問題ないんですけれども、これは3ヶ月で交換しろって言ってるので、スポンジの耐久力はそこまでないじゃないかと、それが痛いなっていうのを思いました。でもこのパイプは使えます。昔ジェクソ製作が投げ込み式フィルターにつなげるこういうパイプみたいなのを発売したんですよ。あれが全然ダメで、こうもうカバ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 してね、全くダメだったんですよ。今もう使ってないんですけども、これはねカバカバしないです。もちろん伸縮はできないんだけど、ちゃんとこうガッチリくっつきます。だからこう中身を取り出して、こういう投げ込み式フィルターの物色化能力を強化させるっていう目的では使えると思います。これはもちろんこのジェクソ以外の製作にもつながると思います。これは中身よりもやっぱりこう容器が貴重じゃないかと思います。音もねこれ静かです。ブカ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 って音鳴らないので、そうでもいいと思います。ということでね、少々辛口になってしまいましたけれども、今日もご視聴ありがとうございました。以上、ジェクスバクターセルコレクト、バクターセル S2 袋入りの開放予備獲得検証でした。ありがとうございました。バイ。